<laughs> はい皆さんこんばんはえーとですね改めてこの去年4月に買ったスクワイアのストラトキャスターを、えー、じっくり見ていこうという動画なんですがまあこれねあのー、かなりあのリーズナブルなお値段で買えるんですよね 割と作り自体まああのー、荒いところもあるんですけどもまあサウンド的にそんなにね悪くもないしちゃんとストラトの音がしてますのであとまあちょっとチューニングがね安定しづらいとかっていう点もあったりあとこのまあ ブリッジですかねこのアームのね角度がやっぱりいまいち良くないんですよ。うん、っていうまあ作りの、まあ、甘さもあるんですけども、まあ、値段考えたらまあ上等かなと。というギターですね。はい、とてもコスパいいと思いますよ。 えー、というわけでですね、簡単に紹介していこうと思うんですが、まあ、これはね、フェンダーのアフィニティ・ストラトキャスターというシリーズでして、まあ、入門者向けなんですかね私買ったのはこのブラックボディのメイプルシバンのラージヘッドというモデルなんですけども。 ヘッドトラスロッドありますのでここから調整できるとだからネックエンドにある仕様の、まあ、60年代の中ぐらいまでの、まあ、レプリカとかだと、まあ、ネックエンドにあるのでそのネックの調整がねネックをまず 外さないとできないというまあところもあるんですがこれはまあヘッドでまあ弦張ったまま調整できますので、まあ、これは非常に大きいかなと思いますねであとはですねまあこれはロトマチックタイプのペグがついてますこれはまあノーブランド品かな 五等製ではないんですよね、うん、おそらくこの値段で五等製のペグがつくことはないと思うんですけどもここにねクラフテッド・イン・チャイナピントがとありますがはいメイプルフィンガーボードわりかしこれね うん、中くらいというか本来のフェンダーのストラトよりも若干高めのフレットが打ってあるように感じましたはいで21フレットまでとであとはこのスクワイヤのシングルコイル一応ねアルニコ5という磁石を使ってるようなんですが まあかなりメイプルフィンガーボードと相まってブライトなトーンが出ますねはいでまあマスターボリュームにねネックミドルのトーンがついてますで 5way のセレクターとはいでブリッジもね今アームアップできるようになってて これぐらいフローティングしてるんですけども最初ねこのスプリングが限界まで締めてあったんですよだからアーミングが非常にやりづらかったと。ということでね適当にここ緩めました。 でこう緩めるとやっぱりこう遊びができるので結果スムーズにこうねアームダウンもアームアップもできるようになるということですね、はいまあ、若干ブリッジのこのねサドルも少し安っぽさはあるんですけどもはいそらくボディはアルダーだと思います アルダーボディーね、うんまあ、白いピックガード、まあ、これプライになってますねこのピックガードがね、うんはい、全体こんな感じ、まあ、ちょっとドナーのステッカー貼ってありますけども、はい、こんな感じですねちなみに、えー、このネックはですね サテン仕上げになってまして基本ネック裏も無塗装状態ですはい個人的にサテンは好きなのでいいんですけどもヘンダーモークってねグロス仕上げになってると思うんですけどまあこれはコストの関係からかサテンになってました はい、当然フィンガーボードの表面も無塗装状態です最初ねこフレットかなりベンドすると引っかかったんですよね結構ずらついてたんで馴染、まあ、ませるまでに相当こう全フレットにわたってね貯金を繰り返したりビブラートしたりしてや,やっとなんとか弾けるようにまで。 なりましたはいちなみに裏はですねこれはまああの原交換やりやすいようにバックプレートはカットしておりますスプリングはまあ3本革の字掛けですねはい、まあ、こんな感じになっております あとはねスクワイヤのプレートで4点止めのボルト温式ですねはいまあお値段以上の価値があると思います、まあ、多少の妥協は必要ですけれどもうん、まあ、妥協点さえ見いだせればうん 中級者以上の方でも。買って損のない。ストラトキャスターだと思いました。はい。ありがとうございました。